はい、岡本芳雄です情報系の数学の話をしていきますこの動画ではどうして情報系で数学を学ぶのかという話をしていきます皆さんの中に誤解があるかもしれないんですけどもプログラミングは情報系でしか学べないと思ってらっしゃるかもしれませんしかしそれは誤解であって真実は何かというと プログラミングは理工系のどの学科でも学ぶものになっていますで。さらに、2020年度からは小学校でプログラミングは一緒になっています。ですから、プログラミングというのは情報系の人だけのものではなくて、誰のものでもあるということになるわけです。では、じゃあその中で、情報系っていうところでは何を学ぶのかってことを 間違いなく理解していただきたいわけですが、簡単に言うと、情報形ではプログラミングをより深く学びます。で、そのためには数学を学ぶことが重要になります。なぜそうなのかということは後で説明します。ただし、情報形で必要とする数学というのは、 他の工学系で必要とする数学とは若干違っている部分があります。ので、その情報系が必要とする数学をここでは情報系の数学ということにします。大学ではどのような数学を学ぶのかというと、基礎的な数学として、微分析文学や線形代数学、そして常微分方程式、確率論、統計学と、 いったものを学びます情報系ではそれらの基礎的な数学をもとにして理算数学や数理論理学情報理論符号理論計算理論そして数値計算最適化機械学習といったものを情報系の数学として学びます一方普通のあるいは他の工学系 においては、複素関数論ベクトル解析、フーリー解析、ラプラス解析、変微分方程式を学んだり、中には数値計算、最適化、機械学習を学ぶこともあると思います。このように、長方形の数学と工学系の数学には少し違いがあります。ただし、注意点がありまして、長方形で今、 違うと述べた工学系の数学が不要ででああるわけではありません。前のページにあったのは左側のような図で、情報系の数学と工学系の数学の交わりはあまり大きくないような印象を持ったかもしれませんが、本来描くべきだった図というのは右側にあるような図で、情報系の数学の中に工学系の数学が含まれているというような印象を持ってもらう方が正しい。 イメージになるかもしれませんでは、なぜ情報系の数学を学ぶと、より深くプログラミングというものが学べるようになるのか、できるようになるのかということを説明すると、大きく分けて3つの役割があると思います。まず、情報技術をより上手に使えるようになるということです。2つ目は、 情報技術をより深く分かるようになるそして3つ目は情報技術を新たに生み出せるようになるということです例を挙げてみると皆さん自転車を使っている人乗っている人も多いかと思いますけども自転車が使えるという技術は自転車というものに対してある一面の技術 を指しているにすぎませんより深く自転車を理解している人は自転車が使えるだけでなくて自転車の仕組みが分かっているという状態にいますしもっとよく自転車が分かっている人は自転車を作れるほど自転車のことを理解しているかもしれません。そのように自転車が使えるのかその仕組みが分かるのか自転車を作れるのか ということによっってて専門性の深さが変わわくるわけですこれを情報系に置き換えてみると例えばスマホアプリを皆さんは使っているかもしれませんけどもそれはスマホアプリのことを理解しているというにはまた専門性が浅いわけですより深く理解していければスマホアプリの仕組みが分かるところまで進めますしもっと深く れればスマホアプリを作れるとととといいううこころままでで進むということができますその中でさらに情報系の数学を身につけるとスマホアプリをより上手に使えるようになったりスマホアプリの仕組みがより深く分かるようになったりスマホアプリとして新しいものを作れるようになったりするわけです。そのよようにいろんな段階でより 上手により深くそして新しいものを作るということを行うために情報系の数学が役に立つわけですこの情報系の数学のシリーズでは情報系の数学として先ほど挙げた8つのものを5分ずつぐらいの動画にして簡単に紹介していきたいと思います次の動画では情報理論の簡単な内容を ままずご紹介しようと思います。それではお楽しみにしてください。ありがとうございました。